商店街で小豆バーが買えるらしいと。その小豆バーで剣を作るらしいと。強くね。はいどうもこんにちは、クロです。で、今回パート3はなんとね、噂に聞いた商店街で小豆バーが買えるらしいと。その小豆バーで剣を作るらしいと。その剣がなんとネザライトより強いという噂を聞いたので、早速作っていきたいと思います。で、商店街は、このサバイバル特有のもので、薩摩というそのゲーム内、まあこのサーバー内のお金かな、通貨を使って買うことができます。で、あずきバーさんはどこだっけな、ここだな。八百屋さん来ました。で、これだな、あずきバーで、なんか日本円で100円、100薩摩、じゃあ1薩摩100円らしいんですよね。1000円か、結構高い。はい、できました。これがあずきバーです。どんな感じ？あ、そう持つんだ。あずきバーで、これでこのあずきバーを使うことによって剣が作れると。で、これでこうか、できた、あずきバーソード作りました。ちょっと一回ちょっと殺してみようか。ちょっと何か、なんかおるかな。こういう時に限って何もいないんだよな。クリティカルでゾンビと、あ、待って、いるいる、いますいますいます、殺します。強くね。あ、もらったもらった、邪悪な村人のやつ。で、これが赤字ですね。痛いって、うわぁ、強えな。待って、これ一回伏せで、一回伏せでやってみましょう。これこんだけなんですよね。相当強いぞこれ、あずきバーソード。えげつない、やばくねこれ。相当強いぞこれ。で、ちなみにこれが体力100のモブですね。パート1で紹介した。ちょ、殺そうこれ。どんだけだろう。1 2 3 4、待って、早いこいつ。あ、 5?5?ってことは20か、攻撃力えぐっ。あ、そう持つんだこれは。あ、そう持つんですね。はい、あ、ガチ強いこれほんまに。で、ちょっとこの2人に試してもらいましょう、この部屋を。これね、バイオハザードの一つのシーンに、まあこういうレーザー部屋に入って、あ、まあ、はいはい、元祖サイコロステーキ先輩、なんかエナパルもらったっていうもんです。お手本見せてやりますよ。はい、あ、これ始まりましたね。これか、はい、あ、このレーザーに当たると死です。なんか、あの前動画上げてた、なんか、あの村人殺すやつですよね。そうです、それの、はい、すげえ。まあ、もともとはこれで、これのアドオンをちょっとフラットなやつに導入したような感じです。あ、なるほどなるほど、へえ。これの横ビームが結構鬼畜なんですよね。横とかこれ、はいはいはい、2×2 で避けれないで、だからエンダーバールをみんな持ってます。なるほど、これかこれか、あー、ほんとだ。おー、怖いですよこれ。すげえ、おもろいこれ。ニコニコーとした顔で、あ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 、クリアした、クリアした。おお、すごい、すげえさんだ。お、武器システム作動。おっ、やば。まあでもラッキーからレーザー遅いっすよまだ。これ軽い時に行ったらめっちゃ速いですよ。そうなんすか、ビーって。まあでも、あ、